命にふさわしい両親を作ろうと思って、その道の権威竜田博士に大切な顔の部分を頼んでおいたんじゃが、さすがよくできてたんで安心したよ。でも僕がそれを運ぶなんてなんだか変な気持ちです。ほら、そろそろ金火山沖じゃ。博士、なんだか変ですよ。ん？うわあ！こちら304便、管制塔どうぞ。管制塔、すごい地形嵐だ。ケーキが全部故障が。ダメだ。ああ！博士！ネオテクトロンに似ておるが、気がついたら握っていたんです。帰ったら早速調べてみよう。それよりアトム、大手柄じゃ。お前の働きで全員無事、みんな感謝しとったぞ。いや博士、お茶の水博士。いや、とんだ災難でしたな。本当に話を聞いてびっくりして駆けつけたんですよ。事故の原因は一体何だったんですか。磁気嵐じゃよ。磁気嵐。うん、ただ波の磁気嵐と違って桁違いにすごいやつじゃった。しかもあの飛行機だけにじゃ。くそ、あと一歩のところで国宝級の宝石がいただけたっていうのに。もう急げ。やってんで。お母さんを見るなんてやっぱりなんだか変な気持ちです。あとは心臓部のテストを済ませれば完成じゃ。少しでも早い方がいいと思ってな、お前を呼んだんじゃよ。ほらこれじゃ。はあ、さあもっと近くで見てごらん。どうじゃ、お母さんもなかなかの美人じゃろ。お父さんも立派なもんじゃ。今まではわしがアトムの親代わりじゃったんだが、これが完成すれば立派なお父さんとお母さんができる。いつまでも仲良く暮らすんじゃぞ。はい、お茶の水博士。どうかしたかアトム。いや大丈夫、なんでもないみたいです。すごいしつこいやつらだ。よいしょ。ボス、いまいましいデカめ。なんだなんだありゃ。何者だ、近寄ると発砲するぞ。you
ね。早くしろ。お前が本当にあのアトラスだって？全知全能をかけての変身だ。分からなくても当たり前だ。お前がね。ボス、本当に信用してもいいんですかい？お望みなら奴らと同じにしてやってもいい。分かった。本当にアトラスなんだよ、お前はな。待てよ、アトラス。どこ行く気だ？行くあてあるのかい？さあな。こいつに聞いてくれ。決まった。一緒に来いよ。俺が面倒見てやるよ。おい、急ぐんだ。面白くなってきやがった。間違いない。これはネオテクトロン。ネオテクトロン？宇宙から飛んできた石だと言われておるが、少なくとも人間の力では作ることができん。それにしてもこのネオテクトロンがなぜ金華山沖の海中から。まずは小手調べにあの金貸しボックス破ってみな。なんだと？俺をバカにするのか？へへへへ、いや、そういうのテストだよ、テスト。ごめんだな。おい、アトラス。いや、待ってくれ、俺が悪かった。もっとできるとこ連れてくからよ。な、気分直してくれよ。へへ。いいぞ、アトラス。次は宝石やんだ。宝石店といい、銀行といい、現場はいずれも無残に破壊され、犯行の手口の凄まじさを物語っています。一体何者の仕業なのか。あ、警部が出てきましたので捜査の見通しを聞いてみましょう。問題は凄まじい犯人の破壊力です。破壊力？爆薬を使わずにこれだけのことができるのは、そうです、犯人は人間ではないと言えるでしょう。タワシ警部、私は断固この手で犯人を引っ捕らえてみせる。バカな、人間でなきゃロボットということになる。え、ロボットが？ロボットが犯罪をやるわけがないではないか。博士。何、今にわかる。心配することはない。博士！大変だ。たった今、通産省の貴金属工場がロボットに襲われたそうだ。何？ロボットにじゃと？見たこともないロボットが大暴れしたとかで、中村警部たちもすっ飛んでいったばかりですよ。見たこともないロボットじゃと？そんなバカな。博士！くそ！全く同じ手口だ。ロボットの仕業に違いない。あんたたち、本当にロボットが襲うところを見たというんじゃな。お、俺、おっかなくて。でもあれは確かにロボットだよ。そうとも、こんなでっかい、間違いなくロボットですの。信じられん。ロボットがこんなことをするなんて、わしにはどうしても。嘘じゃないですよ、俺本当に見たんです。うん。
おい、ミラ、金だ金だ、金持ちだよ。ミラよ、おい、これだけあれ当分遊んで暮らせるぜ。だけどあいつ薄気味悪くねえですかい。気をつけた方がいいですぜ、ボス。アトラスか。なに、手口は少し荒っぽいが、昔のあいつに比べりゃ月とすっぽんよな、アトラス。ん、あいつどこ行ったんだ。やろう。どこ行くんだ、アトラス。お前の仕事はくだらん、手を切るぜ。なんだと。それ、待ちやがれ。くそ、勝手な真似させねえぞ。おい、車だい。逃がさんぞ、帰ってこい。うるさい奴らだ。バカ野郎。あ、なんだろう、まただ。誰かが呼んでるみたいだ。まただ。何者じゃ。おい、貴様なんじゃ。ドラマーそれ行け。待て。も大変だ。お前の両親が。え、僕のお父さんとお母さんが。これは一体。すまん、アトム。何しろあっという間じゃった。ロボットのユニットばっかり。アトムの両親が無事だといいんだ。お父さん、お母さん。こんなことをしたのは一体誰なんですか。巨大なロボットじゃった。残念ながら確かにこの目で見た。おそらく今までの事件もあいつの仕業だ。そんな恐ろしいロボットがいるなんて信じられません。一つだけ方法はある。オメガ因子じゃ。オメガ因子。ずっと以前ワルプルギスという科学士が作ったもんでな。それをロボットに入れるとどんな悪いことでも平気でするようになる恐ろしい因子なんじゃ。わしたち科学者たちの間で扱うことを禁止されておるんじゃが、あれだけの悪事を働くロボットはオメガ因子を使っているとしか考えられん。僕この頃胸のあたりが時々おかしくなるんですけど、その後に必ず事件が起きているんです。なんじゃと。わかよくわからないけど、まるで誰かに誘われてるみたいな。ここに来たのもそのためなんです。しかしアトム、偶然ということもあるぞ。いえ、きっとそいつは僕を呼んでいるんです。僕そいつを探し出します。そしてお父さんとお母さんを救い出します。待ちなさい、アトム。行くのならシクロノメーターをつけるんじゃ。シクロノメーター。自動追跡装置じゃんよ。アトムや、お腹を開けてごらん。はい。さあ、これで癒した。さあ行きなさい、アトム。気をつけてな。はい。かすかだけどこっちらしい。お父さん、お母さん、僕が必ず。アトムは海上へ出たぞ。ほら、金火山沖だ。金火山沖です。やっぱり呼んでるみたいだ。海の中だ。
水しろ。俺だよ、アトム。君、でもまさか。正真正銘のアトラスさ。アトラス、君があのアトラス。俺は一度死んだ。だが俺をひどい目に遭わせた人間どもを征服するためにこうして復活したのだ。君はロボットだろう。そんなこと考えられるはずがない。アトム、俺と手を組まないか。そうすれば全てがわかる。僕のお父さんとお母さんを返してくれ。お前の両親、あのロボットのユニットのことか。あ、お父さんお母さん、なぜこんなひどいことをするんだ。俺は今に世界の帝王になる。そのためにはいろいろしなきゃならないことがたくさんある。人手が必要なんだ。アトム、お前もここで俺に手を貸してくれ。お前となら気が合いそうだ。いやだ、僕はお父さんとお母さんを連れて帰るんだ。お父さんとお母さんだと笑わせるな。ロボットに親などいるわけがない。アトム、目を覚ませ。人間どもに騙されているんだ。俺はここであるものを作っている。人間どもの知恵じゃ考え及ばないものだ。その磁気作動で飛行機が落ちたりしたが、そんなケチな武器じゃない。世界を征服するためにこの基地は絶対必要な俺の牙城なんだ。僕、君のやっていることは間違っていると思う。僕は嫌だ。気が合うと思ったのにな。残念だ。覚悟をしろ、アトム。何をするんだ。エネルギーが。エネルギーを吸い取る剣、ゼロセイバーだ。受けろ。アトラス、やめてくれよ。よし、そっちがその気なら。アトムやめろ。アトム、勝負は預けたぞ。お父さん、お母さん。お父さん、お母さん。あれなんだ。うん、何かの海底爆発かもしれん。ねえ、アトムじゃ。なんだ、貸して。苦しい。おお、無事だ。両親のユニットも戻ったぞ。嵐の原因もその基地のせいじゃったのか。アトラスというロボット、波のロボットじゃないな、アトムや。気をつけるんじゃよ。はい、お茶の水博士。ここは？今日からお前の家じゃ、アトム。僕の家？さ、中へ入ってごらん。Thank you.
お？アトムかい？はい。いらっしゃい。アトム。はい。遠慮するな、お前の家じゃよ、建て売りじゃが。さあ。さあ。お父さん、お母さん。アトム。アトム。